領収書か何かに書いた名前だったかな。ほう、領収書金の。若井戸誠の事件簿、処刑人のくさび、やっていきたいと思います。前回は被害者が相田さんという人じゃないかというところが分かったというところですね。で、相田さんの住所が分かったんでそこに来ました。被害者は一体なぜ自宅の近くにあるホテルに泊まっていたのかというところを今回探っていく感じになるのかな。警察の者だ。殺人事件の調査で相田さんの部屋を見せてもらう。大家さんみたいな人かな。はい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 、部屋は見てくださいね。はい、どうぞ。あらやだ、ちょっと殺人事件って、刑事さん、相田さん何かあったの？ここ数日相田さん見てなかったから心配してたのよ。うん、なんかあのバーのなんちゃらなんちゃらちゃんと同じ喋り方になっちゃったわ。間の勤務先は確か駅前にある楠本商事とかって奥さん言ってたわね。おっと、既婚者でしたか。これ怪しい。楠本商事、まあ嫁さんに隠れて何かしてたね、これは。あ、こんなんまた聞かなくていい。変わんない変わんない。ほうほう、なるほど。楠本氏、あ、待て待て、ちょっと付き合わせろ、顔を。本当にこの人でしたか。相田ってのはこの写真の男か。はい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 、この人が相田さんよ。 OK、 確定した。確実な情報を得ていかないと誰が嘘つきか分かんないからね。よし、これはでかいよ。他はまあないかな。楠本商事ね、知ってる？うん、じゃあまあちょっと奥さんとやらに話を聞いてみますか。え？何これ？なんかあったの？ここでも。家の中には家具がほとんどない。ビニールシート調べる。ビニールシートで目張りしているが大量の血だな。ここで首を切断したと。どう見てもここが殺人現場だな。え、ちょっと待って待って、間の自宅が殺人現場。え、ちょっと待って待って、混乱してきた。ちょいちょいちょい待って、ここはどういう位置関係なんだこれは。あ、そういうことか。ん、どういうこと。あ、そういうこと。ここが廊下みたいなもので、こうそういうアングルね。アングル感理解できたかな。うん、つまりこう Z 軸方面に廊下が伸びていて、でその一つの部屋にこう今ここで入ったって、これドアね。 OKOK、 理解理解。発想力が必要だ。さて、もうちょい調べよう。ビニールシート、ここで首を切断したということだよね。キッチンを調べる。ここで血のついた手を洗ったようだな。ちょっと不思議な気もするが何やら。ベランダ、ノコギリがある。血濡れのノコギリ、これで首を切断したってわけか。めちゃくちゃ時間かかりそうだけどな。これは専門メーカーのものだな。取扱店はそんなに多くないだろう。このノコギリは被害者が持っていたものなのか、それとも容疑者が持って帰ってきたものなのか、いずれにせよここに置いとくんだ。じゃあまあ調べさせていただきましょうか。さっき調べたじゃねえか。ノコギリね、こういう元から容疑者。確かに一般的な方法と聞きますが、楠本商事とやらがなんかそういう金物メーカーだったりすんのかな。ここはトイレか。他に何もできることはないから楠本商事行ってみようか。お邪魔しました、ありがとうございます。勤務先をもう一回場所教えてください。駅前にある楠本商事とかって奥さん言ってたわね。奥さん、そうか、奥さんはどこ行ったんだ。
そうだそうだ、そこがちょっと不思議だったんだと思ったけど行く場所がない。もう一回じゃあ間の家行ったり来たりせんといかんかな。さてさてさて、ここでまだ聞き込みできる情報がありそうだ。すごく親切。こんなんでもノコギリおばちゃん知らんでしょ。知ってんのか。工具売ってる店、近隣で専門的な工具売ってる店あるか。はい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 、この辺りじゃあれじゃないの、猫ちゃんマークのキャットハンドって雑貨店じゃないかしら。猫ちゃんマークなのに、なんかそういうノコギリの専門の工具を売ってる店なんだ。ワーカーなんちゃらみたいな、そういう店じゃないんだね。すげえな、おばちゃん何でも知ってんじゃん。ここ殺人現場みたいですけど大丈夫ですか。大家さん大変だね。被害者は間、こんなんセットしてももう自明だから何も聞けないでしょ。間について、これは最初聞いたか。あ、じゃあそのキャットウンニャラ行ってみっか。新しい移動先できたし。順番にこう出ていくところが親切でいいね。雑貨屋感あり。ちょっとこう右から左になることによって斬新な、斬新というか飽きさせない工夫がある。キャットハンド、なんだ俺は評論家か、ゲーム評論家になった気分になってゲームをしている。偉そうだ。ノコギリが何種類か並べてあるな。調べる。たくさんありすぎてわからないな。ノコギリの種類ってすげえいっぱいあるよね。これは教祖の首飾り。なんちゅうもの見つけるんだお前は。穴の中に教祖の首飾りがあんの。まだ早い気がするが、ちょっとセットしたくてたまらんわ。おっさん、新興宗教の人ですか。いらっしゃい。警察だ。殺人事件の調査でいくつか聞きたいんだ。警察の人？殺人？物騒だな。わかることなら話すけど。いかん、ちょっと若い道の声を低くしてしまったがゆえに、それよりも低そうなこの店主のおっさんの声が出せん。まずノコギリ。ノコギリは取り扱っているか。ああ、あるよ。日曜大工用から、職人向けまでな。はっはあ、そこんとこに並んでるよ。はっはあ、じゃあこの首飾りはなんだ。花のところに落ちていたが見覚えはあるか。あ、落ちてたんだ。なんだいそりゃ。知らないね。ほんまか。長いひげにローブを着た男はどうだ。ああ、そいつなら確かにいろいろ買いに来たよ。ノコギリにビニールシート、ガムテープとか、今言えばそれらしいもん買っていったような。ん？それらしいもん。あれ、俺殺人事件っていうこと言ったっけ。この若い動画俺じゃないから、どういう作戦でこいつに聞き込みをしに行ったかちょっとわからん。まあいいわ。犯人をちゃんと当てていかんといかんからな。そういうゲームじゃないのかな。今んとこ第一容疑者も奥さんで決定なんだけど。まあまあ、ノコギリ買った。あ、じゃあ顔が、あ、でも顔があんま覚えてないのかな。どんな男だったか。長いひげにローブの男。ああ、昨日来たよ。ああ、ノコギリやビニールシートなんかを買っていったようなか。ノコギリ、ビニールシート、ガムテープ。そんな分かりやすい感じなんだ。足つくところから買うんだね。そんななんかやり方だったら去年と一昨年に逮捕されててもおかしくなさそうだが、相田さんは来なかったか。相田さん、これ関係ないか。じゃあ楠本庄司との関係はありますか。ちょっとうがちすぎか。ここ調べてもしゃあないね。棚の中はもうさっき見たでしょ。これはじゃないのよ。もうやったのよあなた。それなんて店の名前だっけ。キャットハンドか。
あれ？これ場所増えてないよね。待て待て。何をやればいいんだ俺は。ここでまだ聞き込みできる情報がある。これ嬉しいシステムだな。ロープの男がノコギリを。ロープじゃない、ローブ。じゃあロープは買ってってないのか。ローブの男はロープを買ってないのか。ノコギリしか買ってない。ちょっと店の奥を改めさせてもらう。何もないのか。これはなんだ。雑貨店のレジだ。領収書の機械が散乱しているな。おう、そういうことか。素晴らしい。ちょっと勝手に触らないでくださいよ。すまん、情報が必要なんだ。何を買っていったか詳細に教えてほしい。あれ、詳細に教えてほしいんだけど。このノコギリ、あ、ノコギリをこのノコギリと一致するかの確認。そういうのはないのか。首飾りは結局何なんだ。これさっき聞いたか。あら、なんだいそりゃ。知らないね。あん、知らんのだ。知らんのだね。うん。領収書の控え。領収書の控えがいっぱいあるんだったらなんか、何を買っていったかを知りたいんだけど。ローブの男が買っていったものは何だ。殺人現場は関係ないでしょ。首を切断された新興宗教。新興宗教の話は知らんよね。領収書の控えが、その前、俺に見せろ、その、なんか、何を買っていったかを見せろ、俺に。こう見ていこう。しゃあない。店でもよく調べてみよう。うん。じゃあ、これで。レジを調べる。おい、このノコギリを本当に買ってったのか、やつは。ノコギリについて教えろ。そこんとこに並んでるよってどういうこと？ここに並んでたけど、確かに。あー、そういうことか。なるほど、なるほど。自分で調べいシステムね。めっちゃめんどくせえ。なんで刑事の俺がこんなことせんといかんのだ。まあそりゃ仕事だからだ。現場にあったノコギリは確かシャークってメーカーのノコギリ。うん、シャークのノコギリであったの。現場のノコギリと同じメーカーのノコギリはあったのか。つまり あったのね。キャットハンドという雑貨店でシャーク製のコギリを購入したようだと。オッケーオッケー。じゃあこれと一緒に購入したものは何なのかをレジで調べると。はい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 。じゃあ教えてください。おい！なんじゃお前は。このノコギリを買った人間は。シャークのノコギリは最近いくつか売れてますからね。買った人間のリストなどはあるか？いやーそういうものはないな。だから領収書だ。領収書。領収書をとっとと出せ。ちくそ、こいつ杓子定規。所詮はプログラムされた人間、マニュアル人間か、お前は。でどうすんの。シャークのノコギリセットしてなんかする以外ない。もうここに、あ、じゃあここに同じのがあるかを次これで調べるってこと。調べる。たくさんありすぎてわからないな。融通を聞かせろ、融通を。もっと。でもこんなもんかな。こんなもんじゃないよね。ん？なんかある新しい情報。これちょっとわかんないんだけど。移動できない、もうこれで。これで間の家に行って、あーそういうことか。お前あれか。現場を保存しておくためのノコギリは持ってこなかったんだな、そういや。はは、だからこのシャーク製のノコギリというものが、こういう形だっていうのを今頑張って店で覚えてきたのね。で、これで、これがシャーク製かどうか調べると。はいはい。理解理解。おい、シャーク製のノコギリセットしてんじゃねえか。え？なんかおかしい俺。光ってるところを調べなさいよってことかな。こいつは、ひどいありさまだ。さっきやっただろ。ビニールシート。どう見てもここが殺人現場。でも最初に考察したから、本当の凶器はロープなんだよね。首の切断にロープが使われてただけで。この教祖の首飾りは何なんだろうな、結局じゃあ。おばさん、これ見たことないですか？違うのか。はてはて、結構難しくなってきたぞ。私が思う通りに、人々が動いてくれないというのもあるが。でも私が次何やりたいかというのもちょっとわかんないんだよな。まずこれは確定として動いてみるか。犯人はキャットハンドという雑貨店でシャーク社製のノコギリを購入したようだ。うん、そうだよね。これを買って持っている相田さんを見たことありますか、あなた。うん。ローブの男を見たことありますか。ローブの男を見たことありますかはいいと思うんだけどな。間の家はホテルの近く。あ、こんなんまだ聞けるんだ。
なんで長期宿泊してたのだろうか。奥さんと仲が弱かった、なんか悪かったのかな。先月だったかしら、相田さんから声をかけてらっしゃって、この部屋を他の人に売るなんて言うじゃない。ほえー、だから私奥さんが亡くなったんだと思って聞けなかったんだけどね。ほー、それから家財道具も処分してホテルに宿泊してたらし、してらしたんじゃないかしら。相田はこのマンションを引き払うつもりだったのか。ホテルに滞在していたのもそのせいか。なるほど、自宅を売るつもりだった。ここが自宅だったのね。はあ、これはなんかでかい情報ですね。何のために売る必要があったのだろう。間の関係者に話を聞いてみよう。おばさんぐらいしか知りません。間の関係者って誰がいる。バーの人かな。なんかそんな話を漏らしてました、ひょっとして。雑貨店には行ったけど、違う雑貨店に行ったのは犯人だ。ホテルでは何かそういう素振りを見せていらっしゃいましたか。もうここで聞けることはなさそうだか。一旦行ったところであってもまた聞けるみたいなことはあんのかな。例えばバー、ここは一回もう聞き込みは終えたけど、あ、もうないんだやっぱり。一応殺人現場とかに戻ってみるか。なんだかんだ言って現場に行けばわかることはあるかもしれない。ああ、聞けることはなさそうだか。なるほど、無駄足は踏ませないシステムは素晴らしいが、しかし間のことを知ってるのはもうここまで来たら奥さんぐらいしかいないんじゃないの。まあそうか、そのなんたら商事とかいう会社ではあるが、ここで聞ける情報はまだありそう。間は自宅を売るつもりだった。こんなんでもおっちゃん知らないよね。間さん自体知らんでしょ、あんた。間さん知ってる、ひょっとして。間さん知ってます？わからんか。ああ、じゃあここはあんまからんね。さてさて、いかんことに迷ってきましたよ、これはちょっと。途中ちゃんと情報が整理できてなかったかな。ここでまだ聞き込みできる。つうことはまあおばちゃんかな。こうなりゃローラー作戦か。被害者は首を切断されている。間の勤務先はさっき聞いたからいいとして、場所は教えてほしいんだけどな。それのどこかの新興宗教。新興宗教は知ってますか。ローブの男を見たことは。来た。長いひげを生やしてローブを着た男を見なかったか。俺これやんなかったかな。お、あ、見たわよ。確かあれは相田さんを最後に見た日だったと思うけど。相田さんを最後に見た日ってことはだいぶ前のことか。長いひげにローブでしょ、いよいよね。管理人にも目撃されていたようだ。自宅でローブの男の目撃証言。行方、何者かわかるか。殉教者の光って信仰宗教、刑事さん知らない。うちのマンションにも信者さんが布教に来たことがあったのよ。そこの教祖だったと思うわよ。テレビかなんかで見たことあるもの。殉教者の光、テレビで見たことある。まあ行方は分からんが、何やらいろいろと情報集まってきたな。なんかこの信仰宗教は関係してそうだね。でローブの男は結局ここで見られていると。まあでもこれ以上はないか。とはいえもうここ、あー待て待て、そうなるとなんかこのシンボルも知ってますか。シンボル、シンボル、あ、ないのかもうシンボルは。この首飾り、これは知ってますかね。見覚えはあるか。あー、ダメなのか。じゃあ移動。これでちょっと雑貨屋の方で何か分かることが増えたんじゃなかろうか。ここでまだ突っ込みできるとしたら、さっき手に入れた情報が元になってくるだろうが、おっさんは何か言ってくれるか。首飾り、これはさっき聞いたか。見覚えないっつってたもんね。でローブの男は知ってると。でこれは昨日買いに来たっつってたね。さて、新しく手に入れた情報を知ってる？殉教の光って宗教？知らないけど、その名前どっかで聞いたことあるぞ。あ、領収書か何かに書いた名前だったかな。ほー、領収書金の。アホな。
じゃあここでようやくレジの出番か。いや長かったな。はい。あ、これは宗教法人殉教者の光宛ての領収書だ。ある？そんなことある？ちなみにその領収書は何を買った領収書でいくら程度の領収書なの？まさかと思うけど、そのシャーク社製のノコギリとガムテープとビニールシートを買った時の品物と殉教者の光様宛て、なんかそういう領収書じゃなかろうな。ああちょっと待って1個飛ばしてしまった。そんなことある？この領収書はどんな人間が何を買ったのか覚えてるか？まあこれはヒゲメガネの人でしょう。ヒゲメガネじゃない、ヒゲローブの変態でしょう。まあでもコートにスラックスってのもそこそこ変態性はある。それだよ、ローブの男が買っていったやつだ。上の13分の12が埋まってくれないと困るんだが、ローブの男が買っていったやつだ。わかるんですが、あの上のですね、13分のあれをちょっとここをなんとか、もう一声ください。もう一声くれ。レジを調べる。くそ、これをセットすると何か変わる。もうそろそろあのあれなんですが、ググもうそろそろ時間がいかんのですが、私動画の尺がよろしくないんですが、さあもう残り1個なんだから、間の家か雑貨屋のどっちかがラスト1個でしょう。さあ主人公のここでまだ聞き込みできる情報がありそう。よし、ナイス。じゃあこれか。こんなもん聞いたところでしゃあないんじゃないの。殉教者の光の領収書、これをセットしてどうする。あ、ひょっとしてビニールシート、この領収書と一緒だみたいな感じ。違うのか。あ、じゃあノコギリと付き合わせるのか、ひょっとして。まだなんかできることあんの、ここで。間は自宅、シャークのノコギリしか考えられないんだけど、これノコギリを調べるとか。違うよね、選択肢が増えるって言ったもんね、さっき。聞いたことある名前。あ、そかそか、殉教者の光っていう名前知ってますかっていう風にこの人に聞くのかな。基本的に人からしか情報が得られないのかな。いや違うじゃねえか。あれ、殉教者の光の領収書さっきやったから、あ、これか。はい、知ってますか。おい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 。ローラー作戦できます。ローラー作戦。おっと来た。あ、これさっき聞いたごめん。キャットハンドね、キャットハンド、猫ちゃんマークのキャットハンドね。楠本庄司さんの場所を教えてくんない。勤務先もちょっと教えてよ。コートの男の顔写真、これもう付き合わせたから、あとはヒゲの男が何者かっていう感じなんだが、つうか実はなんとなく推理がちょっと私の中で固まってきているから整理に入りたいんだが、もうここで聞けることはなさそうだか。そうか、こっちはもうないのか。当たり前か。あと13分の12で今あと1個だもんな。じゃあやっぱここか。ここで何かまだ、あ、待てよ、そういえばここのキッチンなんかあんまり何もしてなかったな。何か手を洗ったとかうんぬんかんぬんっていう話はあったが、それだけだったな。血のついた手を洗ったようだ。自宅を売るつもり。これ何か変わる？あー、何かをセットすれば変わるかな。楠本庄司、駅前にあるらしい。関係ないか。はて、言われましたね。何かの情報は、自宅でローブの男の目撃。こういうことするよりも全部潰した方が早いかな。わからないもんね、もう。ぶっちゃけその楠本庄司とやりに行きたいのと、あと奥さんの足取りをつかみたいんだが。コートにスラックス40代男性。そうですね。あれ、私まだなんか普通にシンプルに何か選択肢を選んでないだけとかっていう可能性あんの？手を洗った。長いヒゲのローブのとこ。コートのとこは間。そうだね。顔写真なんてセットしてもなーって感じ。間の家はホテルの近く。らしいですね。ちょっと待って。こいつ？このノコギリをまだ特定できてないということになってんの、俺の中で。これちゃうよね。ちょっと待って、わからん。
ここら辺は多分スーパー早送りタイムでしょう。やっぱり人やってることが、あ、そこのテレビとか言わなかったよ。あ、テレビかなんかか。殉教者の光の領収書、これか。殉教者の光って知りませんか。私これさっきもやったよね。勤務先シャークのノコギリ、自宅を売るつもり。これは知りたいんだけど、実はもうちょっと、なんで自宅を売るつもりだったのかとか、奥さんが売りたがってい、おおおお、あ、これか。ここは賃貸なのか。賃貸じゃないわよ、分譲よ。あっと来た、いいね。相田さんご夫婦で越してきてもう10年近くなるかしら。愛想のいい奥さんでね。その奥さんが入院してから相田さんすっかり落ち込んじゃって、入院してる。ほう、なるほど。あ、ようやくわかったね、嫁さんのいる場所の意味が。なるほど。じゃあ推理行きましょうか。今回だいぶ時間が押してるからね、ちゃっちゃか行きますよ。それとともにこの最後のあたりで私の推理を言いましょうかね。はい、ここまでの情報を整理してみよう。コートの男の目撃情報を打ち、ようやく被害者が絞られてきた。被害者として有力なのは相田さん。はい、被害者は相田。そう、防犯カメラの写真をマンションの管理員に確認してもらい確信できた。これは多分間違いない。私も被害者は相田さんだと思います。そう、コートの男は相田と見て間違いない。首を切断されて発見された被害者だが、肝心の殺害現場はどこだろうか。これは、その相田さんの自宅ですね。はい、自宅。犯行の証拠が残っていましたね、間違いない。本当は鑑識呼んだ方がいいと思うけど。殺人現場と思われる証拠が多数残っていた。首の切断に使ったノコギリは長いヒゲにロープの男の素性の判明した。長いヒゲにロープの男は何という団体の教祖だったか。これが殉教者の光ですね。ロブの男の正体がつかめてきましたね。はい。そして、首の切断に使われたシャークのノコギリは雑貨店キャットハンドに売っていた。その店で見つけた新興宗教殉教者の光とノコギリを買ったヒゲでロブの男をつなぐ決定的な証拠というのが、このとんでもない領収書。はい、殉教者の光が事件に関わってそうなのは間違いなさそうだと。しかし間と殉教者の光のつながりが見えない。そうだね、一度間の勤務先に行ってみよう。何か変な振る舞いとかを知ったかもしれないしね。ということで、私の推測は殉教者の光を犯人と見せかけた間の奥さんの仕業かな、というところで、ちょっと私の推理を残しておきながら、今回時間もあれなので終わりたいと思いますが、ここで終わるとまた次回こっからやらなきゃいけないので、もうちょっとちょっと先に進んで、間の働いていると言われるこの勤務先、ここまで行っておしまいにしたいと思いますが、何やら偉そうな人がいますね。今度は10個の情報、次回集めていきたいと思います。気になった方は次回もご覧ください。それじゃあまた、バイバイ。